はい、ということで皆様こんにちは。キアの大冒険シーズン2始まりました。現在カナダはビクトリア国際空港からお送りしております。お久しぶりです。キアの大冒険パイロット編、今日からね再開することになりました。今まで3年間ね、待ってくださった方々お待たせいたしました。今日はね、ビクトリア国際空港の、北の方にあるガルフアイランドといって、島がいくつか綺麗に並んでてものすごく、いい地域があるのでその辺をね遊覧飛行していきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、よっしゃ、行きましょう。パワー1000。アナシエーターパネルテスト。トランスポンダーが今日が3077。スタンバイ。はい、それでは天気を聞きましょう。Victoria Information Kilo. Weather at 1900 Zulu. Wind 100. At 7. Visibility 30 miles. 3000 view. Temperature 20. Dew point 12. Altimeter 3004.Approach our nav or visual runway 09er. ではクリアランスの無線いきたいと思います。 Clearance for the recess 172 Golf Tango Delta Kilo. We're cutting local west at 2500 Zulu with information Kilo. Delta 172 Charlie Golf Tango Delta Kilo. Direct clearance delivery. Shawnigan Lake departure runway 09. Squawk code 2637. Shawnigan Lake departure 2637. Roger. 2637. Transponder code 変わりましたね、なんか。Ground Tango Delta Kilo at the club ready for taxi. Tango Delta Kilo Victoria Ground, runway 09, wind 060 at 4, altimeter 3003, taxi via Sierra and Echo, cross runway 03, cross runway 14, contact tower 119.7, holding short. Taxi via Sierra Echo, cross runway 03 and 14, Tango Delta Kilo. はい、それでは、行きましょう。ということで、パイロット動画、本当に3年ぶりでございます。まあ、SNS、インスタとかでは結構載せてるんですけど、まあ、ちゃんとした、パイロット動画載せるのすごく楽しみにしてました。前にダッシュ8が止まってますね。見てください、タクシー待ちでございます。Tango Delta Kilo, that dash 8's got a couple minutes to go in the flow time, so they're just giving way to the other aircraft in the turnaround bay. If you want to just do your run up there, that's okay. Tango Delta Kilo, I'm gonna do my run up here. ということで、なんと前にダッシュ8がいるので、タクシーウェイでランナップという異例の事態になりました。はい、ではランナップしていきたいと思います。ランナップは、飛行機の離陸前に安全かどうかを動作チェックするチェックでございます。チェックミクスリーニング OK、トーツワイドウィルテンプレッシャー、プレッシャーはオールインザグリーン。パワーバックトゥ1000。ベルトーズウィンドウズアセキュアード。窓を閉めます。Master switch on, mix switch, flaps up, fuel sector valve is both, shut off valve in, trim for takeoff, wind controls free, left up, right down, right up, left down, head a bit up and down, ladder check, good. Tractor 166, cross runway 09, golf to the AOC. ドロールスムーズですね。よし、それでは行きましょう。初めてタクシーウェイでランアップしました。結構なんかね、楽しかったです。こういう大きい飛行機が離陸した後は、大体、飛行機の気流がすごくて、2、3分ほどね、開けてから、小型機は離陸しないと吹き飛ばされます。Tower Tango Delta Kilo, hold short 09, waiting for departure. Tango Delta Kilo, Tower Tosh, wait turn 7 at Q400, the wind 1105, you're quick takeoff from Wizard 09.
Papa Tango 09, Tango Delta Kilo. はい、それでは行きます。トランスポンダーオルト、ランディングドロボライトオン。Tower Tango Delta Kilo requesting static start. Tango Delta Kilo, static start for. Static start approved, Tango Delta Kilo. はい、では行きます。When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off. Speed of life, temperature special level, green. Stop with you, mate, very quick. 55. When you run it out, you can get off.スターティックスタートといって、早く高度を上げるための離陸方法でフルブレーキした後に、フルパワーでリリースして一気に加速する、離陸方法でございます。 OK, clear left and right 500. それではターンに入ります。結構最近仕事に明け暮れてて、なかなかフライト動画をね作ることができませんでしたが、やっとちょっと落ち着いてきたのでフライトに集中したいと思ってます。わあ、めっちゃ綺麗やん今日。いいね、最高やん。タワーアウターに変えます。タワーセンターキルフ1000。タワーデルタキル、メンテイン1500。メンテイン1500、タワーデルタキル。ということで今日の飛行高度、2500フィートに到達いたしました。今日はこのまま飛行していきたいと思います。今日僕が空飛べてるのは、クラウドファンディングで、ご支援そして応援してくださった、皆様のおかげです。飛行機購入までは至りませんでしたけど、大切に、フライト資金として、僕のブッシュパイロットの夢として活用させていただいておりますので、今後ともどうかよろしくお願いします。では、ビクトリア国際空港アウタータワーの無線外れたので、欄干 CFA、 この辺のね飛行機の交通を確認する無線に連絡したいと思います。タケ CFA セット172ゴールテクトルキーロー、 currently 2500 over Maple Bay、Heading to North Galliano Island for upper airwork 2500. Delta CFA Cessna 172 Golf Kilo Green Form is currently between Ladysmith and Chemainus, doing upper airwork between 4000 feet and below on the west side of the highway. Kilo Kilo 2500 Golf Kilo. わあ、めっちゃ綺麗。本当にね、風がなくって。波がものすごく穏やか、波一つないね。マジで最高なフライト日和でございます。ということでこの辺が、ガルフアイランドといって、まあ、いろいろ島がある地域になってます。結構ね、クルーズ船とか、ヨットも、通る地域です。ちょっとね面白いものを発見しました。ちょっと見に行きましょう。ちょっと海の方下見てください。コンテナみたいなの運んでますね。めっちゃでっか。それではちょっと船の周りを、一周ぐるっとスティープターンでやってみようと思います。スティープターンは斜め45度、そしてちょっとねプレッシャー引いて結構 G 感じるんですけど、 1、2G ぐらい。挑んでる免許が、事業用免許、まあ言ってしまえばプロのパイロット の、 免許ですね。それを取得するまで200時間フライト時間が必要で、現在100ぐらいあるのであと100時間ぐらいね単独フライトこんな感じで、まあ、いろんなとこ行ったり、まあ、いろんな練習したりして、フライト時間を貯める免許になってます。なので結構ね自由なんです今回。
今回こっちに来てから、パパッとまず、夜間飛行免許、まあ、夜飛べる免許と、山免許ですね、山飛行免許、まあ、山が多いので、山って自分の天気とか気流があるのですごく危なくて、まあ、それをね飛べるように訓練する免許があるんですけど、それを見事2事も合格しました。ということでね、ちょっと山飛行がマジヤバくて、もう本当にね、もう崖とか山もうスレスレで飛んだり、もう草のフィールドとか、まあ滑走路じゃないようなところに着陸する、まあちょっとねブッシュパイロットっぽいとこで僕はテンション上がってるんですけど、まあ今度ね次のフライトでね、ぜひ皆さんを連れて行けたらなと思っております。今回のパイロット編、僕ものすごく、楽しみにしております。本気でね楽しんでいきましょう。1時間くらい飛んでたんですけど、そろそろ戻りたいと思います。ちなみにねパイロットあるある、あの空飛んでる時ね飛行機に集中しすぎて、なんか普通のペンってすぐどっか行っちゃうの。だから考えました、友達からもらったメキシコのペン、これがあればもう絶対ねでかいし見失いません。はい、それではビクトリア国際空港アウタータワーに連絡して帰りたいと思います。コムトゥービクトリアタワーセット172号タンゲドルトキロ currently 2500 over Venturous Bay inbound for full stop with information Mike. This is Tango Delta Kilo Victoria Tower. Squawk at inch. Altimeter is 3001. Watch for traffic 12 o'clock, 2 miles opposite direction. Appears to be a beaver, unverified at 800 feet. The type is unconfirmed. Looking for traffic and squawk ident, Tango Delta Kilo. Tango Delta Kilo identified, let me know if you get that traffic, 12 o'clock, mile and a half, opposite direction, 1,000, unverified. Okay. Fly the couch in a raffle for runway 09er, not below 2,000, full advised. Not below 2,000, couch in a raffle, and I got the traffic inside, Tango Delta Kilo. Tango Delta Kilo, roger. はい、ということで、無線を通してない飛行機が行きました。Tango Delta Kilo, 2,000 over couch in bay. Tango Delta Kilo, descend at your discretion, direct approach runway 09. Descend my discretion, direct approach 09, Tango Delta Kilo. ということでちょっと落ち着いたみたいなので、ダイレクトアプローチそのまま空港に直行して着陸したいと思います。今回 YouTube では、僕のパイロット情報をいろいろ共有したいと思ってます。あのパイロットの、ね、視力のことだとか、まあ、どうやって視力を、維持してるのかとか、まあ、食生活だったり、まあ、健康面、そしてまあ勉強ですねについていろいろ動画も出していきたいと思ってますので、もしパイロットになりたい、パイロットが好き、まあ、飛行機が、ね、好きだという方は、ぜひこのチャンネルフォローしていただければ嬉しいです。それではビクトリア国際空港、見えてきました。行っていきたいと思います。 Thank you, you are quick to land, runway 09. Quick land 09, Tango Delta Kilo. Temperatures, pressures are all in the green. Airspeed 70, 70 knot ですね。70 knot, 10 flap で着陸したいと思います。本当に海が穏やかです。今日はもう本当に最高のフライトビューですね。今日僕ねこのシーンがめっちゃ好きなんですよ。滑走路が目の前に見えてきて、はい、それでは着陸していきましょう。結構風煽られます。おう、Pinocchio, keep it rolling across runway 03, no delay please, all the way down to Sierra, once off there, ground 129.はい、では、タクシーウェイシエラまでちょっとフルスピードで、ではシエラ到着です。シエラから滑りたいと思います。
1090, Kompan. Ground Tango Delta Kilo on Sierra for the club. Tango Delta Kilo, ground taxi by zero. Taxi by zero, Tango Delta Kilo. よし。ということで今日ね、結構忙しい日で、あのね、無線が飛び交ってなかなか喋れない日でした。今度はね、ちょっと誰もいない、山奥の方に、一緒にフライト行きましょう。そしたらね、もう語り明かせますので。ということで戻ってきました。ビクトリアフライングクラブ、うちの学校です。はい、ということで、はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。結構ね、短いフライトだったんですけど、まあ、楽しいフライトになったと思います。次回はね、ちょっと次回からちょっともうちょっと面白いフライトに